はいどうも、雷店長です。今令和4年の、1月18日午後11時半頃なんですけど、まあ、先ほどひろしさんが、こう行方不明になっているという動画を上げました。でそちらなんですけれども、居場所が確認できました。まあ、ということで無事ということで、まあ、とりあえず、ね、最悪ね、の事態というかね、避けられているということをご報告したいと思います。もろもろね、明日以降にはね、分かってくるのかなというふうに思います。その時のね、私の対応とかも、明日にはね、分かるのかなと思います。ということで、こんな感じで、とりあえずご報告まで。